人も個性がいろいろございますけれども、物にも個性がいろいろございまして、この2つの個性が合わさった時に素晴らしいドラマが生まれたりなんかするようでございますけれども、ごめん待った、全然もうやんなっちゃう。昨日さ、部長と遅くまで飲んでてさ、起きたら玄関で靴履いたまま寝てたの。瞳はそういうとこ全然変わんないね、本当に。あ、そうそう、忘れないうちに、はい、これマスク私が作ったの。え、うっそ、うわ、かわいい。いいでしょうそれ。三遊亭熊八さんっていう落語家さんから手ぬぐいもらって、その手ぬぐいで作ったのよ。へえ、どうりで色といい柄といい素敵よね。ねえ、なんで今マスク渡したの？ひょっとして私すっぴんって分かった？全然思いっきり分かるよ。やっぱそうよね。てか舞子なんかやってるよね。え、何が？いや、だってお肌ピッチピチだもん。なんていうのかしらね、今型から出したプリンですみたいな、プルンってそんな感じなのよ。絶対なんかやってる。そんなことないって。メイク変えた？そんなことないって。エステ？そんなことないって。顔に注射かなんかして？そんなことないって。伸ばしてアイロンかなんかかけた？洗濯物じゃないんだから。そうよ、思い出した。今年あんたからもらった年賀状、あの写真見て、あ、この子痛いなってちょっと思っちゃったのよ。ついに昔の写真引っ張り出してきたなって。でもそうじゃないのよね、隣に旦那さんが写ってるってことは最近の写真なのよね。で、私の分析の結果、まあ旦那さん結構年上じゃない？まあだから、まあ舞子の、若さが引き立つのも当然かなと、そう思った。うちの旦那年下なんだけど。え、そうなの？え、ちょ、え、ごめん、え、年下、貫禄あるわよね。髪の毛なんかさ、たまに黒いもんが混じってんのよね。頬なんかシュッとこけててさ、目がパチッと引っ込んでんのよね。その代わりにくっきりしてんのよ、ほうれい線。老けてんのよね、うちの。いやいや、旦那さんのことはいいのよ。ね、お願い、舞子。何やってんの？教えて。いや、実はね、友達から紹介してもらった人と今度初デートなのよ。なんか結構年若いのよね。あ、またおばさん来たみたいな顔されるとさ、私も辛いのね、お願い。ね、その若さの秘訣教えて。ね、お願い。この通り。お願いします。いいわよ。あんたが言うんじゃないわよ。あんたが言わないでよ。あ、そう、じゃあ誰にも言わないんだったら瞳だけに教えてあげる。あ、あの別に信じなくてもいいのよ。あのね、バイクに乗った。あ、ちょっと黙って聞いてて。そのバイクね、乗ると若返るバイクなの。いやいやいや、信じられないのはわかる。信じられないのはわかる。信じるか信じないかはあなた次第。すごいバイクあんのね。え、もうしっくりきちゃった感じ？もう私決めた。免許取る。そのバイク譲って。決断早いわね、相変わらず。でも、ちょっと聞いて。あのバイクが、うちにあるバイクが特別なんだと思う。でもね、普通に乗ってる分には若返らないの、別に。そのバイク、坂を登ると若返って、下ると、老けるのよ。え、老けるの？え、老けることあんの？ちょっと待って、何それ。え、登ると若返って下ると老けるって、それ結局打ち返ったらプラスマイナスゼロじゃないのよ。でも普通に考えたらそうよね。でもちょっと考えて、どうしたら若いまんまいられるか。え、ちょっと待って、上り坂下り坂、まさか。そのまさかなのよ。ちょっと、こう舞子登るわよね。こう下っちゃダメなの。下ると老けちゃう。下っ、旦那さんが坂を埋めた。そんなわけないでしょ。
そんなの無理無理。でも旦那のおかげではあるかな。え、ちょっと待って、え、舞子さかんのボール下っちゃダメだね。わかったわかった、帰りは旦那さんに運転させた。ピンポーン、ひどーい。そりゃ旦那さん老けるわよ。ということで、ひとみさん親友にバイクを譲ってもらいまして、初デートでございます。あー、着いたね。やっと着きましたね。いやー、高尾さんぐらいかと思ってたんですけどね、まあ、せっかくだから箱根で妥協してみた。妥協だったんですか。いやー、驚きましたよ。さすがに初デートで二ケツで箱根まで来るとは思いませんでしたね。変かな。いや、変ってことはないですけど、とりあえずメット取りましょうか。でもどうせ帰りも被るし。いやいや、お願いしますよ、顔見せてくださいよ。そう、じゃあちょっと後ろ向いてて、後ろ、計画通り。いいわよ、こっち向いて。本当に写真そのまんまですね。もうそのままで十分。いやー、背景まで一緒ですよ。あー、偶然。確かあれも箱根だったかしらね。いやいや、そうじゃなくて、ひとみさんどう見ても20代前半にしか見えないんですよね。いや、最初ね、メールで送られてきた写真見た時に、あ、これ絶対使ってんな、アプリって。使ってないし。メイクですか。そんなことない、エステ、そんなことないって。これ気持ちいい。顔に注射、そんなことないって。あの、伸ばしてアイロンかなんかかけて、洗濯物じゃないのよ。気悪くしたらすいません。景色も見たし、そろそろランチにしませんか。ここ下ったところに、やだ、下りたくない。え、あのね、お弁当用意してきてんの。こんなこともあろうと。え、何ですかこんなことって。もういいからね、はい、お弁当、大事なイベント、いい弁当なんて。くだらない。言ったわね、そう簡単に今日はくだらせないんだからね、もう本当に、ね、ちょっとほら、手ちゃんと消毒して、でも今日ひとみさんの後ろに乗せてもらいながら思ったな。ひとみさん、ここまでの道ずいぶん何回も来てるでしょ。え、いや、そんなのすぐ分かりますよ。最初は心配だったんですけどね、後ろに乗せてる僕のことまで気にして運転してくれてた。いや、そんなこと、ずいぶん練習したんだろうなって思いました。だからでしょうね、今日ハンドル握ってるひとみさん、本当に自由で楽しそうでしたよ。まるで羽が生えたようでした。分かっちゃった。ねえ、私の羽ってさ、どんな羽？そうだな、どんな風にでも乗れて、どんなところにでも行ける、自由で力強い翼かな。でも少しだけ孤独な翼。やだ、なんか嬉しい。ひとみさんみたいな女性にぴったりなんですよね、あのホンダのバイク。え、どうして？ほら、あのホンダのロゴ、ああ、翼のマーク。そうなんですよ、あの翼の由来知ってます？勝利の女神から来てるらしいですよ。へえ、素敵だね。疲れたでしょ、帰り僕に運転させてくださいね。え、いいの？
ありがとう。嬉しい。嬉しいけど、いいよ。私が運転する。いや、僕に運転させてくださいよ。いいの。その代わり、もうちょっと暗くなってから帰ろう。っていうような初デートだったのよね。なんか羨ましいな。ねえ、この食事も本当に美味しかったし、素敵なレストランよね。そうでしょ。彼がお店出すってから、私絶対ここがいいって言ったのよね。いいと思う。こんなリッチなかなかない。完全犯罪よね。山の上のレストラン。